さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう さあ今日も行ってみましょう今日は1本なんですけども報道特集今日も元気に変更すということでこれはねメインのゲストといいますか主人公は作家の沢地久枝さんなんですけども国民は騙されたということでね、えー、いろんなことをね言っておりましたあただですね沢地久枝さん私ね否定する記事は全くございません確かに本当に大変なねこれ経験されてるってことはよく分かっていますでも番組としてやっぱりおかしいのは悪いのは日本そしてなぜ中国に言及しないのかということになってくるんですねさあこの3人なんですね ですけども、まあ、真ん中の方というのはいつもの,あのメインのキャスター、そして特集で出てきたのがこの沢地久枝さん、そして右のこの金平さんですね、久々に出てきまして、この沢地さんのこの、ねえー、まあこののねまあご自宅に伺いまして、インタビューをすると、これをメインに取り上げていたんですよ。ささあそのの沢地んんなんですけども彼女のバッ グランドをねこれ知っってないとやっぱり話にならならいんですけどもね実はあの満州にいまして35年から46年まで満州で暮らしたとでその後ねまあ大変な思いをして日本に帰ってきて、えー、そして出版社に勤めて途中からもうこういう活動に、ね、出てきたとまあ、そういう形になるんですよねでねさっき冒頭にも言いましたけどもサーチさんが言ってること私、ね、に否定する気はありませんなぜかと言いますと戦争少女だったと自分でそうやって言ってるんですよ軍国少女だったとところが戦争が終わった途端に急に兵隊はどっか行ってしまう人あとは勝 勝に自分でやれみたいなことを言われて本当に国をまあ憎んだと言いますかね国に騙されたとこれね、私が彼女の立場になったとしてもおそらく同じだと思います。軍国少年になって途中でね戦争終わりだよじゃあねって言われてどうすんだとでそのねあれがねなんてでしょうもうもあの反転してもう国は憎いと戦争は憎いということでもうずっとこういう運動してるはい、いいですかこれ自体は私は何も否定しませんし皆さんも同じじゃないですかだって戦争なんかやりたいわけないでしょだから気持ちは同じなんです。ところが 何がおかしいかこれ報道特集もこれ煽ってるわけなんですけどもあのね結局 戦争反対は構わないんですけどもなぜか日本が軍拡をしているというそこからスタートして話を膨らませていくんですよ。でね冒頭にも書きましたけども中国が悪いあるいは中国が軍拡をしてどん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 周辺諸国に脅威を与えているのが現状でしょそれに一切触れないんですよ。でねこのサーチさんみたいな方っていうのはあの、まあ、よくこうやって言うんですけどもね私は戦争を経験しているあなたたちは戦争なんか知らないでしょう何偉そうなこと言ってるのよと。でこういうふうに言われてしまいます ますとどうしても口ごもってしまってなんか舌を向いちゃうじゃないですか確かにその通りだとでもね私実はね違うと思っておりましてこれね戦争で悲惨なことを体験したからこそかえ 見,ね、あの見えるものがが、ね、視野が狭ままってしまうんですね自分が悲惨な思いしたとだからもう戦争だけやっちゃいけないって言うんですけども私たちみたいに引いてみることができると抑止力というのがいかに重要かってことが分かりますでもねこういう沢地さんみたいな人たちに対しましてはね抑止力って一切分からないんですよで今日もね、えー、こんなことをやっておりました、まあ、この画面は違いますけども憲法9条を守ろうとこれ沢地さんが本当に力を入れてやってることなんですけどもこれも皆さんもうおかしいことは分かってますよね9条が 今までのこの日本の平和を守った。嘘嘘うそ。そんなものは大嘘です。これはもう完全に日米同盟になります。日米同盟があったからこそ、今でも守られてるわけでしょ。今にあの、アメリカがね、全部日本から引いたらどうなります中国、気放題になっちゃいますよ。でも、彼女たちに言わせますと、アメリカが日本にいるのはおかしいと、帰れと。そして、その代わり我々には憲法9条があるじゃないか。ということで、澤地さんはね、それを主張します。えそして、取材をしていた金原さんもそのとおりだと。今の日本はおかしい ということでそこで安倍がってバーンとこうねカットインしてくるなんですよで結局ね安倍さんが悪いとね安倍がとあの時の例なの,の法政が校へありましたよね2015年にね。 あのおかげで日本はますます危険な国になったととんでもないってやるんですけどもこれがねどうですかとんでもない変更報道になるわけでしょうはいで冒頭にもこれも言いました中国が非常に脅威になってるってことなぜかこの人たちは一切言わないんですでもちろん金平さんも言いませんそしてサー地さんも言いませんよねで軍閣軍閣日本が非常に危険な行動に出てるとそしてね、えー、日本のこの南西諸島の方の映像を出しまして自衛隊がね、えー、いろんな形で訓練しているところを買っと にしてくるんでですよでこんな風にに、ね、武器でね周りの諸国を脅かしていると脅威を与えているんだとこれ全く共産党と同じなんですけどもここにいる方々っていうのはそれがどうしても理解することはできないんですよ。 ですから間違っても高市早苗さんなんて人が、ね、首相員になったらもうとんでもないことになると日本はこのまま破滅するんだぐらいの勢いで彼らは本気でそう思ってますよね。で金平さんなんですけども当然これは、ね、全く同じ主義主張を彼らは持っているわけなんですけども結局自衛隊というのは悪だとこれが根本にあるわけでしょで我々が武器を全部放棄すればあの敵,のなん、ねまあ、敵と言えます中国とかそういうところも必ず分かってくれるとなぜかです、ね、日本が大嫌いな癖をしまして でえー、話せば分かると、もうこれ武士道みたいな話ですよね話せば分かると話を聞いてくれとところが我々が武装するもんだから相手もそれをいてね警戒してくるんだってそういう理論から離れられないんですよでこういうことをして喜ぶのはどこですか明快ですよね中国ですよね中国が一番こういう動きを北くそで見ていることになりますでこれも彼らは分かっていないでね分かっていないならいいんですけどもひょっとしたら分かってるかもしれませんね分かってると言いますかもっと直 各もうとねバーンとね端的に言いますとおこれはまあつるんでると言ってもいいかもしれませんねでさすがにねガチガチにつるんでるってことはないかもしれませんけどもただ一部の人間っていうのは相当ねそういう人間もいるでしょうしこう、中に入り込んでる人間もいるでしょう誰が誰とは言いませんよそんなことはわかりませんよでも明らかにこんなことはもう普通の頭を持ってたらわかるんですけどもあの澤地久さんのようないわゆる文化人とか作家の方がですね妙なことを言ってしまうもんですから日本がおかしな方向にどんどん持ってかれるんです。 ですから私がオープニングとエンディングに使ってますこの動画なんですけどもこんなのを見たらもう発狂するんでしょうね潜水艦を見て日の丸を振っておいおい頑張れってやってるねどういう教育を受けたらこういうふうになるんだっていうわけなんですけどもこの人はそういう日本のおかしな教育に染まらなかった人ですよだからこういう行為に出てるわけなんです普通の日本人であればこういう形でねいざ戦争になった場合には命を落とすかもしれないとで潜水艦乗ってるわけでしょう 応援するしかもね、ほら、潜水艦の後ろのあたりにちょんとほらあの旗が見えますでしょ、あれ実は日照機なんですけどあ、ごめんなさい、旭日機なんですけども、そういうのが見えるんですよ。で、あの旭日機を見たら、何が何でも応援してあげようと思うのは、これ、普通のこれ日本人の感覚ですよね。だから残念ながら、あの澤地さんあの、大変な思いをされたってことは、私、よく分かるんですけども、ちょっとね、おかしいんじゃないですかと言いたいです。で、私の母親も、これ、法典生まれ、まあ、満州ですよ。で、そこで戦争をね、まあ、終戦を迎えて、ソ連軍 かから命からがら命が逃げててきたという経験を持っていますだからね、私の母も同じような経験してるわけなんですけども、ただですね、うちの母というのは、そんなことをね、澤地さんのようなことは一切言わなかったですね、日本軍はよく本当に頑張ってくれたと、で最終的にはああいう形になって、私たちも大変な思いをしたんだけども、でも日本兵は頑張ったと、だからこういう人間もいるんです、これをね、ちゃんと両論兵器で、報道特集というのは、これ、拾ってほしいと思いますよ。 ですからねもう今回の総裁選挙でも高市さんに何が何でも頑張ってほしいと思うんですけれどもさあもう一個ね見てほしいものがあるんですがこれ見てください、何だと思いいますはい、2日前なんですけれどもあの例の卓球の早田さんの発言がね日本人に非常に大きな勇気と希望を与えてくれましたがこの画面というのは私がいつもチェックしております中国のある一つのね SNS のこれサイトなんですよ。ででで今ほら下にずっっとといいろいろ出ててるでしょあの検索ますでですね早田って入れますと このような形でで出てくるんですで大体見ると分かるでしょ。早田と書いてあって、日本特攻和平会館とかでうんぬんと書いてあります。で、えー、こういうのをいろいろクリックして見ていきますと、まあまあまあ、罵詈雑言ですよ。ちょっとひどいですよね。これなんかまだね、彼女を映しているだけのこれは動画なんですけども、えー、この半分ぐらいの動画というのは、中国人、まあ中国人でしょう、えー、顔を出してきまして、この早田さんをもう口ぎたたく罵りというね、そういう映像なんですよ。もうこんなねちょっと言葉をこれ翻訳すれば うわぁひどいこと言ってるなってわかるんですがこれが現状になってますどうですこれを見ても皆さんどう思います明らかに向こうが日本に恐ろしい敵を持ってるわけでしょこんな状態で丸腰になったらあっという間にやられますよ でも、それがどうしても理解できないのがこの沢地さんであり報道特集の皆さんということになります。えー、こういう人たち、本当危険ですからね、この人たちね、日本を守るようなこう活動をしているように一瞬見えますけども、これ、大嘘でございます、この人たちの言う通りにしてしまったら、日本人が全員これはね、やられてしまうと、そういうことになりますよ、あのように怒られちゃいますよ、ね、もしくは奴隷化されます、これが現実なんですけども、なぜかこの人たちには、そういう事実といいますか、当たり前のことが全く分かっていないようです。 今日の動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップもぜひご参加ください。それでは。